とバット回りました。野村三振でこれで3アウトになりました。いや立ち上がりワンアウトランナー三塁ピンチでしたけども、決して嫌なことじゃないですね。まあまあそういう動きを持ったボールであればね、はい、まあちょっとおお低めいっぱい見逃し三振、二者連続三振、本当によくあって、レフトです。小深田掴んで3アウトになりました。また1つあります。セカンド正面です。ちょっとバウンド変わって笠村がこう下がりながら打球を処理しました。ワンアウトです。前田に打線にこう逆転してもらって、はい、松井投手が一番いいですよね。そうですね、まあ、そんな中粘りのピッチングが求められます。正直先頭バッター万波ライトフライでワンアウトです。ファイターズの方もこの正直に対してかなりすごいピッチャーが抑えます。抜群ですからね。空振り三振です。148キロ。ここも帽子が取れました。それだけこう腕を振ってる、はい、そういうことですね、はい、球数が90球になりました。庄司です。ファースト抑えます。ベースカバー庄司が入ってこれで3アウトになりました。低め空振り、先頭バッター福田から三振を取りました。いやよく声が入ったの球数です。空振り三振です。カーブでしたか。カーブですね。それも野口さん高めではなくて今低めに投げました。低いところ、はい、コースもボールゾーンぐらい。まっすぐか変化球か。空振り三振です。いやお見事、この回は三者連続三振。いや素晴らしい。楽天モバイルパーク庄司コールが起きています。ルーキーがこの